それぞれ千と千尋の神隠しに出てくるなんか名シーンのセリフを一個言って挨拶をする。わからん。わからん。見たことない。お父さん、お母さん。どうも、ハルキと。セーブンどこだ。セーブンよこせ。今日も帰るぞ。エターナルブリザード。それと。私の大学芋食べて。僕です。下ネタ。何が千と千尋の神隠しに出てくるニガ団子作り大会ということで、はい、千と千尋の神隠しご存知ですか？はい、まあ知ってはいます。見たことはないです。ない。あります。千と千尋の神隠しには、はい、ニガ団子という団子が登場するんですけど、はい、まあ結構これはね、もう日本人の約7割が知ってると思う。でも多分原材料とかを知ってる人はいないと思うんですよ。今回はそれを想像で作っていこうという話でございます。はい、はい。まあ、今回ニガ団子を知っている組と知らない組に分かれて作っていこうと思います。はい、はい、というわけで今回はニガ団子作り大会です。やっていきましょう。はい、せーの、できました。なんだこれは。おふざけだ。うんちじゃねえか。チームジブリチームです。はい、本日はね、かまじいさんがね、こうね、いろいろね、作り方をね。飯だー、カンカンカン。全然見えてない。というわけで、材料はこちら。白玉粉。白玉粉。そして、壮絶な道のり。漢方。漢方。でもこれでしょ、もうこれでしかないと思う俺は。そしてこの白玉粉を本来は水でこうやらかくしていくんですけど、まあそれを今回はこのね、春木家特製のお茶でやっていこうと思います。だからまあこれでいけるでしょうというね。そうね。もし足りなかった場合、多分この全茶粉とか入れとけばいいんじゃないですかね。よし、やっていきましょう。はい、 25g。あんたすごいこぼしますね。誰のやつ持ってんの？あー、my mother。 すごいこぼれじゃん。圧倒で勝利、それいいじゃない。で、はい、水も4分の1で、だいたい25でいいんじゃない。こんなもん。そうね。よし、じゃあ豆乳だ。豆&乳。いけ。あー、なんかね、豆腐をね、ぐちゃぐちゃにした時の感覚ですね、今ね。粘り気としては。あおい。お、すげえ、一瞬できたじゃん。じゃあ漢方入れます。ここで漢方を投入します。おー、やめろよ。 GO。 色は完璧。もうね、もだえるぐらいね、苦いっていう話だから、本当にね、苦くしてやんないとダメなわけですよ、これは。おー、腰がすごくなってきましたね。本当に。そこで登場するのが、じゃーん。おー、いい色してるじゃないの。いい色してるじゃないの。くさくさ、しっかり臭い。いいっすかね、もうこれ。うん、生地作りは、あ、まあいいんじゃない。もう丸めていきたいと思います。いや、これ丸まんないからさ、あれじゃね、なんだっけ、ほら、鍋にさ、このままこうさ、落としてさ、ポンって入れる。そう、ポコンって入れればいい。ありー。とりあえず沸騰させなきゃだよ。もうさせるぞ。沸騰ブー。沸騰しねえなぁ。なんだっけ、それ、あれなんか、ドロドロの髪の毛が食べてる。これ丸めた方が良くない？無理よ、多分。いや、丸くならねえから。あー、終わった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 。あー、もうダメだ。ダメだ。ダメだ。もうダメだ。これ大丈夫？これ。ダメだよ。うんこができてるんだけど。うんこが生成されてる。下痢の日のトイレになってるんだけど。汚すぎる。
すぎ。汚すぎる。え、すげえ、漢方と白玉粉でうんこ作れるんだ。完成でーす。でーすはい、ということでね、はい、知らないチームです。知らないチームでーす。ということで、まあ、ニガ団子って、まあ、聞かされてですね、はい、もうニガがあるんですよ。まあ、ということで、もうニガ、はい、いものをすりつぶして団子にするとニガ団子じゃないかっていう、まあ、安易な考えでございます。漢字しか分かんないからね、俺らは。はい、ということで、まあ、ニガいって言ったら、まあ、まずね、ゴーヤが浮かびました。ゴーヤ、そして、オンリーワンピーマン。ピーマン。そして、まあなんか、まあ、多分苦団子で、うん、まあ、どうにかなっちゃうってことでなんか漢方的な意味があるかなってことでなんかこのお茶っ葉をこう、うん、ね、ぶち込むのはそれっぽくなんじゃねえかっていうねことで、はい。でまああと普通に団子粉、粉ですね、うん、そうですね。まあこのね材料を、まあ、混ぜて団子にすればもうそれは苦団子ですということでね、やっていきましょう。やっていきましょう。まあ、団子を乗せるさ、そんないっぱい入れる包丁。ごぼうどうする？ごぼう、ゴーヤ、ごぼうじゃない。包丁。いやめっちゃ気持ち悪いわ。無理だわ。まあ、こんなの食おうと思わない。いやお前今から作るもの。だってまずさ、握りでもう食う必要ねえや。そういうこと言うなよ。え、これなんで食べていいもん、まずゴーヤって。いいんだよ。ゴーヤチャンプルもな、多分生で。茹でてるだろ絶対。結構もうみじん切りじゃない？見てこれ。もう結構いいんじゃない。あーいい。ピーマンが入ってて嬉しいこと一回もないんだけど。そんな嫌い？マジで嫌い。 OK。 ぬるま湯入れてきやす。 OK。 どんなもん？ちょっとこねてって。熱い？結構熱い。熱い。マグマの熱い。いや熱いやこんなもんじゃん。お茶はね、いやでもまあ確かに涙でこれ割と良くない？こうやってなった時じゃね、割といいよね。 OK。 こういう感じで、はい、ということで、はい、まあ2個ぐらい作りましょうかね。こんなのからね、厳選された2個。これピーマン半分とゴーヤ半分。そんな感じなんだ。あ、俺の手が濡れてることによって団子がびちゃびちゃになる。ひどい。いいっすか、茶葉かけちゃって。はい、もうバーっていっちゃっていい。 OK。 おこれね、意外といいんだよ、多分。あの、ねえわかる？おい、ふざけてるやん。何それ。おい、なにカスになっとるやん。なんで、なんでだろう。急に汚い、なんか。おい、ふざけとる。八景64章。おふざけしとる。汚すぎる。泥団子じゃん、もう。ニガ団子には普通に。いきまーす。はーい、出まーす。3、2、1。はい。コケみたいになってる。バカ汚ね。もう行く？あと5秒。4 3、2、1。はい、ということでね、はい、開けていきましょう。これそれや。はい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 、まあ団子ですね、この辺は。そうね。いやでも地味だね、なんかこう見るとあんまり。まあわかんない、ほらやっぱ男は大胆にいかないとわかんないんだよ、ほらな。汚くない？なんか、いやでもまあまあまあ苦団子っぽい。うわ、浮かせないやつ。いや立って、おい。でも水気取った意味やん。オッケー、よいしょ。それは知らないチームの完成でーす。なんだこれは。おふざけだ。うんちじゃねえか。うんちだ。うんちかい。しかもなかなかお腹ゆるい人のうんちだよ。うわー、悔やまれるなこれは。なんで？いや本当に悔しいですよ僕は。だってそっちが綺麗すぎるんだもん。食べます？食べましょう。そうね。月見団子と同じ感触がする。いや俺らも触った感じそうだな。でもあの時さ、お前らのだけヤバかったのにさ、うん、そのやつがチーム組んだらそれはこうなるやん。ぐわ、くっさ。美味しくない日の給食の匂いがする。いやまだ食えるやんじゃん。いただきます。はい、どうですか、ニガ団子ですか？くっさい。ニガ団子
草団子。草団子。どうぞ、回答。大使しかも。一口。いや。え、でも、ちゃんと団子じゃん。ね、団子は団子。前ほどひどくない。おお。どう？いや、ニガ団子食ったことないから、ニガ団子の話分かるけど。確かに。分かんないよ。まあ、でもなんか、ニガ団子っぽくね。そうじゃね。でも、多分違うよね。味は違うよね。あー、食べないな、これはって感じのまずさ。結構いくね。あー、結構いく。あー、結構いく。あー、やば。あー、いく。なんか、まずいけど別にさ、なんか、おえって感じじゃなくない？うん。まずいもん入れてないから。そう、ただ、まずいな。そう、マジ、ゲロまずい。団子としてでもレベルが高くない？高い。うん。非常に高い。嬉しいもん。団子的にはグーよ。おじゃーず。じゃあ、俺らの方行ってください。見た目的にはあれだけど、まあ、多分味的にはそんなにその変わんない。草、そしてそんなちょっとしか食べないから。それだけでもね、超くるよ。漢方うんち。取れねえよ、普通に。な、気持ち悪い。うわ、それ行こう、それ行こう、それ行こう。3、2、3、2、3、2、3、2、3、2、1。オッケーオッケー。漢方だわ。でも、漢方しか知らない。食えなくはない。これ思ったんだけどさ、これノーマル団子でしょ。うん、寿司だ、寿司。これでさ、ニガ団子なんじゃない？ニガ団子寿司。これマジでいけると思うんだけど、行っていい？ちょっと。いいよ。マジでさ、絶対まずいだろ。これだ。これ。これ。これ。押さえつけない。押さえつけ、押さえつけた方がいい。押さえつけた方がいい。押さえつけた方がいい。いや、わからん。ハク頑張って。ハク頑張って。ハク頑張って。何これ。何これ。おぉ来た、勢いが大事だ。じゃあ、なるきくんの、ニガ団子一発ギャグまで、3、2、1、どうぞ。ニガ団子、食べます。ニギガ。バイバイ